こっちの左の、はい、あ、そうですね、左が特に違和感がある。違和感は動きづらい。なんか右に比べると、はい、動きが鈍いというか、まあ、回らない。回らない。あ、ちょっとじゃあそこを中心に、はい。肩甲骨の動きにまあ関連するっていうか、はい、その肩甲骨にくっついている筋肉、はい、大きな筋肉、はい、で なんだか分かる。前鋸筋もそうだし、はい、肩甲骨にくっついている筋肉って結構いっぱいあるんだけど、胸の筋肉とか、胸の筋肉は小胸筋がその肩甲骨のなんだっけ、なんか忘れちゃったの。横田くん、はい、上腕二頭筋の長頭とかさ、はい、あとなんだっけ、小胸筋がついてる肩甲骨のここの、鎖骨、あ、じゃない、肩甲骨な、何突起だったっけ、極頭、うん、肩甲骨、上腕二頭筋の停止、長頭の停止、右後突起、あ、右後突起右後突起って知ってる？あ、聞いたことない、はい、肩甲骨の、その本の一部なんだけど、はい、そこに小胸筋とか、はい、上腕二頭筋とか、はい、まあ、あとこの僧帽筋もついてるし、肩甲挙筋っていう頸椎からの筋肉もくっついてるし、はい、あとはこの上から来る大円筋、小円筋、あ、はい、と極上筋、極下筋、小円筋、肩甲筋ってこれだった、はい、それも、まあ、肩甲骨から始まって上腕についてて、はいはい、あと肩甲下筋っていうのがあって、はい、その前鋸筋とか肩甲下筋っていう筋肉が肩甲骨の裏側っていうか、はい、肋骨と肩甲骨の間、はい、でそのこの辺にある極上筋とか極下筋、小円筋っていうのは肩甲骨の、まあ、上裏というか上というか、はい、多分その辺の筋肉が一番関連してるのかな、肩甲骨の動きに、はい、このこれが何だっけ、これ極上筋と極下筋の間、肩甲極か、肩甲極っていうのがこれで、これが極下筋、小円筋、大円筋、これは痛い、これ痛い、ちょっと痛くはない、かさっていうのが張ってる感じ、あ、左腕ではちょっとダラッと横に、はい、ダラッと横にすると、はい、肩甲骨が外に外転するので、でその肩甲骨の内側と背骨をつないでる筋肉があって、はい、なんだっけ言ったか、え、肩甲骨の内側と背骨をつないでる筋肉があるでしょ、脊柱起立筋、脊柱起立筋は背骨同士をつないでる筋肉じゃん、はい、肩甲骨と背骨をつないでる筋肉、肩甲骨を背骨に引き寄せてる筋肉、あれだよ、あれなんで、あれですね、菱形筋ね、菱形筋だったでしょ、あ、そうだ、だから菱形筋が硬いと、はい、肩甲骨が外に開かない、肩甲骨ってあの外転、内転、はい、それから、はい、なんだっけ、6個あるんだけど動きが、内転と外転と上と下じゃなかったっけ、挙上かな、挙上と下降かな、ちょっと言葉忘れちゃったけど、あと上方回線、下方回線っていうのがあって、その6通りの動きもそれぞれにやっぱり関わってる筋肉があって、これ大丈夫、あ、全然、はい、でじゃあ今度は上向きになります、はい、今裏をやったから今度表側、はい、はい、左だけなんか巻いてるんですよ、ああこう巻いてる、ああなるほど、じゃあやっぱり大胸筋とか、はい、
小胸筋とはこの奥の右後突起っていうのがねちょっと痛いんだけど、はい、これここかな、肩甲骨のこれで前に突起があって、はい、あれ今そんなにこの辺かな、多分ここだと思う。ちょっと痛いっすね。ここは上二頭筋、はい、それから小胸筋っていう大胸筋の下にあって、はい、そこの筋肉で、あの骨盤とか関係してたりしますか、ね、骨盤、ああ、うん、ちょっと、はい、そのどこまではちょっとわからないけど、はい、でも関連してないっていうのは多分ないから、体の動きって、はい、ほら股関節と腰は必ずそこから動いて、はい、肩甲骨腕っていうふうに連動するから、はい、関連はしてる。やっぱり結構左右非対称のところが結構あって、骨盤が右が開いて、ああ、なるほど。あ、右と閉じてます、ね、閉じて、ちょっと今力抜いてみて。あ、確かにほら膝の向きが、つま先の向きが、はい、左の方がなんか外旋してるんで、あ、そうです、そうなんですね。でもどっちかっていうと、はい、この角度を見ると、はい、あの外旋がそんなにしてない感じかな。その、はい、横脚系のガニ股系の下多分もっとこうやって開くし、はい、けどそんなに開いてないから今力入ってないでしょ。もう入ってないですよ、ね、だから割と外旋が、はい、内線の方が強いのかな。あ、多分自分なんかちょっと大脚だから、はい、同じ床で寝ると、はい、つま先がこうやってもっと開いちゃ う, う。だからあぐらとかそういう、はい、なんだろう、ガニ股系の生活習慣してる人はそんな、はい、そういう風になっちゃうし、あ、まあ、右と左が、はい、例えば左右差はあるけど、はい、それはもう、まあ、はい、むしろ誰でもそうっていうか、でも極端じゃないから、はい、そんなに差がない方じゃないですか。確かに見るとちょっとこっちの方が高い感じがするね。そうっすね。こうちょっとこっちが高くなってるから。筋肉もこっちの方が強くなっちゃってて、うん、それが引っ張られて。ああ、そうかもしれない。とかそっちの、はい、右の股関節の前側の筋肉が強いんだよね、きっとね。ああ、多分そうですね。内線。というか、はい、なんか右足の小指が、うん、なんか力あんまり多分使えてなくて、ああ、なるほど。なんで、そうですね、左の親指が多分使えてないですよ。ああ、多分重心がこっちになんか寄ってる、寄っちゃってて、でこっちの中に入って、ああ。これで大丈夫？あ、はい、後ろと前と、はい、あとその中側、肩甲骨とろ骨の間、はい、そこはちょっと後で、はい、肩甲骨剥がし、はい、ちょうど手を入れてこうやってグイグイやると、その前鋸筋とか肩甲骨筋が動くので、はい、これ前鋸筋だから、はい、ここから引っ張ってる。そうそう、この内側へ、ここが肩甲骨内側へって言って、はい、ここに前鋸筋がくっついてる、うん、肋骨から、うん、そしたら今度、はい、仰向けで、はい、万歳します、はい、で今度は上に引っ張ると、はい、肩甲骨が上方回旋するから、はい、さっきの菱形筋とか、はい、あと広背筋とか、はい、この辺がストレッチします。それで一回ダラッとして、指をちょっと伸ばす感じ、指をパッピッと、確かにこうやって均等に引っ張って、ちょっとこっちを短め、あ、左が少しだけど、あ、だからやっぱりこっちの方が伸びにくくなってる、はい、だからその感覚は間違ってないのかもしれないね。確かにこう引っ張ってもこっちの方が伸びない感じがある。そうですね、はい、
手とかでなんか伸びやすさとか。ああ、そのなんだ、使ってる頻度なのかな。その右手の方がより使ってると思うから、はい、左の肩甲骨の方が固定してる時間が長いっていうか、そこの差なんだよ。これで肘まで曲げると、はい、これ広背筋のストレッチなの。あの広背筋ってその肘の関節には関連してないから。はい、もう一回じゃあ手伸ばしてと、まあ同じぐらいかなっていう感じ。はい、はい、疲れ様でした。はい、大丈夫かな。はい、とじゃあ電気の方をかけていきます。はい。